ランニング食堂です。本日は4月6日なんですけど、やっと届いたよ。でーん、アシックス。いや、テンション上がるわ。めっちゃテンション高いんですけど。テンション。よいしょー。いや、なんかアシックスのこの箱って、あ、でもアシックス自体買った。なんか最近ね、アシックスばっかり買ってる気がするな。だんだんなんか原点回帰というか懐かしい感じがしますね。高校生の頃はアシックスしか入ってなかったので、なんかその当時を思い出すこのマークですね。よいしょ、かっこいい。いや、あれかっこよくない？めっちゃかっこいい。サムネタイム終了。あ、靴の匂いがする。やべ、変態になっちゃってる。かっけー、なにこれ、軽っ、て軽っ、めっちゃ軽い。早速ね、こいつちょっとね、履いて今日走っていきたいなと思うんですけど、どうしようかな、何がいいかな。とりあえず明日水曜日なんで、ポイント連なので明日のポイントでもちょっと使ってみたいなとは思います。ショートインターバルだからスパイクの方が使いたいけど、まあちょっとレビューということでこいつも使ってみたいなと、明日使っていきたいと思います。ショートインターバルですね。なんで今日はジョグですね。普段のジョグと1本 1000m 走ってみようかなと思います。それを使ってみて、まあ、1000とかスピード系でも使えるのかどうかと、まあ、普段のジョグの中でどのぐらい使えるかっていう足残り感みたいなところもちょっとね気になるので履いていきたいなと思います。普通にかっこいいよね。価格がね、ベイパーと同じぐらいだから何とも言えないですけど、こっちでもしっかり走れるようであればなんかこいつ使って走ってもいいかもしれないですね。ここに FF ターボって書いてあるし、東京、ここがね分厚いんですよ。しかもこの分厚さがねいいよね。やっぱここの厚くないとやっぱりね、薄底とかね、僕が履きたくない理由って、薄底履きたくない理由って、スタイルが悪く見えるから履きたくないんですよ。やっぱ厚底ってスタイルよく見えるし、かっこよく見えるじゃないですか、足が長く見えるから。だから僕結構ね、この厚底が好きで履くんですけど、で、この、あんまり反り返りは、あ、反り返ってるね、バナナボートみたいな感じですよね。これ、ほら。この感じっすよ、蹴り出すという感じですね。あ、ほんでやっぱりね、中にやっぱちゃんとなんだっけ、カーボンが入ってるからめちゃくちゃ硬い、しならない。柔らかいシューズとかってビヨーンってなるんですけど、スパイクとか薄底とかビヨーンってなるんですけど、カーボン入ってるからねやっぱ硬いんですよ。クッションもめっちゃ柔らかい、やばい。クッション柔らかいのにしなりがない。この生地感、アッパーの生地感はあれに近いですね、ベイパーフライ、あ、違う、ネクストパーセントとかのビニール地っていうのかな、なんかそういう感じに近いですね。じゃあね、ちょっとこいつ履いて今日走っていきたいなと思います。早速ジョグと線行ってきます。さあ、玄関にやってきました。まだ1回も履いてないですよ。いや、もったいねえな、履くのもったいねえけど、履かないともったいないし、早速ファーストインプレッションをいきます。いやー、なんかもったいねえ、ジョグで使うなんて贅沢な使い方だよ。あ、クッションではこのアッパーの部分、ここがめちゃくちゃ柔らかいっすね。なんか後ろの方って結構ヒール、ん？アキレス腱守るとか、なんかそういう意味もあるのかもわかんないんですけど、硬いのが多いじゃないですか。結構こういう靴とかだと硬いんですけど、そこが柔らかいっすね。めちゃくちゃ柔らかい。サイズ感は、あーでもこれ、もう一個下げてもよかったのかな。27買ったんですけど、26.5 でもいいのかもしれないですね、これ。まあ4月から、4月の中旬ぐらいだっけからアシックスの店頭に並ぶみたいなんで、もしサイズ感とか気になる方は、
あの店頭で買った方がいいかもしれないですね。あのアシックスあんまり慣れてない人とか、まあ、ナイキからこう乗り換えるとかいう人は一回やっぱね試着してみた方がいいと思うんで。厚底なんだこれで、なんか本当に薄底履いてる感じの軽さがあるぞ。まあ、サイズ感動きね結構難しいんですよね。 26.5 だと27だとここ余るんですけど、逆にこっちが痛くなるんですよ、小指とかが。だから結構ねこっちはもうしょうがなくて、痛みが出ないようにちょっと大きめでサイズ買うんですけど、ナイキとかだと全然これでも良さそう。それではライドしていきますか。仮面ライド感じとしては、歩いた感じとしては軽いベイパーフライほどなんかこう前のめり感があるって感じはなさそうですね。軽さが強いかな。あとはアシックス特有のこの多分フィット感は結構やっぱアシックスならではって感じですね。ではちょっとこれでジョギング行ってきましょう。ジョギング終わりまでスキップ。はい、ただいま60分ジョグ、55分くらいかジョギング終わってきて、履いてみての感想なんですけど、あれですね、やっぱり弾む感じは強いですね。レイパーとか、他の厚底シューズ、厚底レーシングモデルに対抗するっていうシューズなだけあって、弾む感じとスピードに乗る感じは結構あります。他のシューズと変わらないくらい使いやすい、レースでも全然使えるんじゃないかなっていうような印象ですね。ただ逆に言うと、他のシューズと同じぐらい弾む感覚があるってことなんで、逆を言うと他のシューズといまいち差を感じづらいっていう印象ですねベイパーなり、僕履いたことあるのベイパーとアルファフライと履いてたんですけど、その他のシューズと特に変わりのない、弾む感じ、厚底レーシングモデルだなっていう感じは感じました。なので他と差別化ができてないって言われたらそうなんじゃないかな。アシックスさんが見てたら怒られそうだなこれ。強いて違いを挙げるとすればベイパーとアルファについてはどっちかというと、なんだろう、つま先で走った方がスピードに乗る感じが強い。逆にこのスピードスカイ、アシックスのスピードスカイについてはつま先で走るというよりは足裏全体で走って、なんかこうなんて言うんだろう、ベイパーとかってこうやって回して走るようなイメージあるんですけど、このスピードスカイについてはこうなんかこう平行にこう流していく、楕円形に動かしていくイメージかな。キャタピラみたいな、あ違う、ん、分かんねえななんか流れ、足の流れを意識するみたいなシューズのような気がします。足裏って全体で走って流れた足を引きつけて走っていくみたいな。ベイパーはどっちかというとなんかつま先でガンガンスピード乗っけて走っていくみたいな感じのイメージがあるんで、なんかそこはちょっと違いがあるのかな、好き嫌いがあるんじゃないかなと思われます。まあまだジョギングで10キロぐらい、50分ぐらいしか走ってないからいまいちまだ分かってないんですけど、この後、線を1本行ってスピードがしっかり乗るかどうかもチェックしていきたいなと思います。朝ごはんまだ何も食べてないので、コンディションとしては良くないから、どうなるかは微妙ですけど、まあまあ今の全力で走ってみてのイメージを感じたいなと思います。よし、果たしてこの緩い雰囲気の中いけるものか。結構ね体重い。目標2分50ぐらいで走れたら結構いいんじゃないかなと思ってます。多分今の全力で2分50ぐらいなんで、そのぐらいで走れたらちょうど、まあ、しっかり進化を発揮してくれてるんじゃないかなっていう印象ですね。よしよし、線1本。
ブラストターボー仮面ライド フォーゼカズミックステイズ。ハーボーはい、1000m 一本終わりました。タイムが2分44ですね。結構走れたね。GPS で測ったんですけど、まあ、大体標識通りで1000ぐらいだったので、まあ、間違いはないかなと思います、まあ、アップは1時間ぐらいジョギングしてるんでしっかりアップは取れてるんですけど、朝飯を食べてないっていうのとエネルギー体に栄養がない状態で走ってる中、2分44なら非常にいいんじゃないかなと思います。まあ前日にしっかり食べてるからエネルギーないってことはないんですけど、あれですね、意識的メンタル的に今日体が動かなくても当然だなっていうメンタルの中2分44で走れたっていうのは結構いい走りができたんじゃないかなと思います。つまり、このシューズもスピードもしっかり乗れるシューズなんじゃないかなと思います。まあ、このコースね、結構よく僕使うんですけど、一箇所ねすごい急な場所があって、そこでトラックよりどうしてもスピードは落ちちゃうんですよね。そんな中でこのタイムなので、実際競技場行って走れば普通に、まあ、ベイパーと同じぐらいのスピード感は出るんじゃないかなと思います。スピード感、どうだろうな、スピードはしっかり乗ってる感じある。まあ、2分40ぐらいだったら多分スピードしっかり乗ってる感じはあるかなっていうイメージですね。まあ、これにもっと速くなって、例えばどうだろうな、200を27とかで走ろうと思ったらきついかもしれないんですけど、僕の全力ぐらいであれば全然スピードにも乗ってくれるので非常に悪くはないシューズかなと思います。でどっちかというと多分僕のイメージ的には足を残してくれる力が他の厚底シューズより強いイメージがあるんで、もっと長い距離の方が得意だと思うんで、このシューズ自体はマラソンとかで言えば意外とこれも悪くないんじゃないかなと思います。ってことでどうしようかな、今週の芦田川マラソンこれで走ろうかな。芦田川マラソンか玉川ハーフかどっちかはこのスピードスカイで走ってみようかなと思います。あ、ほんであれだ、サイズ感ですね。サイズ感については最初ちょっと大きいかなと思ったんですけど、履いてたら全然違和感ないですね。27ちょうどいいかなと思います。マイサイズが27なんで、まあ、そのままの27で問題ないような気がします。まあ、どっちかというと僕は詰まるより余裕がある方が好きなんで、このくらいでちょうどいいかなと思いました。そんな感じでスピードスカイ贅沢にジョグで使ってみたのと、セメトル TT で履いてみた感想という動画でした。それではご視聴ありがとうございました。どうもランニング食堂です。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからも日々の練習、マラソンが楽しくなるような動画を投稿していきますので、チャンネル登録何卒よろしくお願いします。 Twitter では普段のジョグや食事、趣味投稿してますので、概要欄からフォローのほどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、ランニング終わってきました。スピードスカイ履いてランニングをやってきました。このシューズ自体はすごい性能高いなと思いました。履いてみてすごいそれは感じました。性能の高さはあるかなと思います。ただ途中でも話してたんですけど、なんだろう、他のシューズメーカーさんと差がないっていうのは良くも悪くもあるのかなっていう感じですね。まあ、アシックスさんってここ最近ずっとなんかベイパー一強とか、そこにアディダスが入ってきたりとか、そんな感じだったと思うんですけど、
まあ、一気にその同じ同水準ぐらい同じレベルまで人気が出そうなシューズ性能、うん、人気が出そうなシューズっていうところでレベルが一緒ぐらいになったかなと思います。ただ一緒だとやっぱりじゃあベイパーでよくねっていうアディオスプロでよくねってなっちゃうんですけど、まあ、実際僕もうベイパーに困ってなかったのでベイパー今後も履いていきたいしと思います。まあ、こいつもすごいいいシューズだと思うんで、まあ、実際こいつ履いて多摩川ハーフか芦田川マラソンか走ってみて、まあ、長い距離でもレースでもしっかり使えるかっていうのを確認したいなっていうところもあるんですけど、まあ、他のシューズと、まあ、同価格帯のシューズ高性能シューズっていうのかなと、まあ、そんなに変わらないっていう感じかな。だから乗り換えとかはしづらいっていうのもあるのかなみたいな。ディスりすぎてないかな、大丈夫かな。まあでもいいとこばっか言ってもね、あの参考にならないと思うん で逆に言うとベイパーとかあんまり履き心地が良くないとかいう方、ベイパー履いてみてなんかあんまりいい感じしないなっていう方はこっち試してもらうのはいいかもしれないですね。ベイパーとかはフィット感があんまり強くないかないけど、フィット感あんまり強くないけどなんかベイパーのその助力というか足カーボン感とか厚底シューズっていうのが気に入って入ってたみたいな感じの方は、まあ、フィット感はこっちの方が多分高いと思うんで、個人的にはこれフィット感すごい良かったので、まあ、フィット感ありつつのカーボンシューズ、個人的には同性能ぐらいの性能があると思ってるので、まあ、その辺が、ベイパーのなんか履き心地が合わないというような方はこっちに切り替えてもいいのかなと思いました。なんだろう、ベイパーってどっちかというとこう前の方でこうやって走っていくような感じが、個人的にはこういう感じがベイパーってある気がするんですよ。でもこっちはどっちかというとなんだろう、こういう感じで、わかるかな、なんかこう大きく回すというよりはこう振り子のような感じで動かすようなイメージが強いので、まあそういった走りの方が合うというような人はワンチャンこっち履いてみる価値は高いかなと思います。まあどっちにしろ、まあ、3万円前後のシューズの中では同水準ぐらいなので、ランナーの選択の余地が増えたっていう言い方をしたらまとまりがいいかもしれないランナーの選択の余地が増えたシューズかなと思います。ベイパー一択っていうよりは、まあ、ベイパーもいいしこのアシックスもいいしアディダスもいいしみたいな感じになるんじゃないかなと個人的には思ってます。まあ、僕もねこのシューズ履いて今度芦田川マラソンか多摩川走ろうと思ってるので、雨じゃなければ、うん、そんな感じのシューズのレビューでした。まあ、詳しい話はまた今度撮ろうかなと思います。今日の動画はそんな感じで以上になります。ご視聴ありがとうございました。